はい、12月23日土曜日、ウィークエンドライブです。よろしくお願いいたします。山口のりゆきさんといろんな問題を取り上げております。この前、なんか岸田総理がやけにニコニコしてたなと思った写真見たら、まあ、毎年今頃呼ばれて行ってんでしょうが、総理が報道写真展を鑑賞、平和と人間の尊厳を考えた一日と、一年か。岸田首相は20日、東京都内で開催中の2023年報道写真展をに足を運び、ロシアの侵攻が続くウクライナ停電の、停電ってなってるかな、停電の中、絵を描く少女の写真などを見て回った。鑑賞後、岸田さんに平和、人間の尊厳について考えさせられる一年だったと振り返ったと。それでなんか、この写真でね、これは、広島の原爆ドームの記念碑のところでの写真に、なんか岸田さんがニコニコしてサインしてましたけども、なんか本当、この人っていうのは、今、政界で起きてることと自分とは関係ないみたいに思ってらっしゃるのか、割とのほほんとしてますよね。深刻な顔つきってほとんど見かけてないんですけど、もう岸田さんにしてみれば、俺は知らんよっていう、ことなんですかね、ちょっと。無責任どころの話じゃないと私は思うんだけど、どうですか、これは。もうね、もはや周りが悪いんですよ。もう誰も注意してないんですよ。国民に何の説明もしてない。このパーティー券問題もそう、予算の使い方もそう、異次元の少子化もそう。何の説明もしないで、それでいいと思ってんだから。これね、普通政権だったら、官邸の、ね、秘書官とか、官房長官とか、官房副長官とか、官房副長官補とか、日本のまあ頭脳が結集してるはずの官邸の人がね、これじゃいくらなんでも有権者が怒りますよって言わないんだもん。言わないんだもんね。それはそうですよ。おっしゃる通り。まあ、本来ね、言われなきゃやらないっていう、そんな、もうその段階で失格だけども、もうもはやね、政権自体が機能不全ってことです。そういうことですよね。それから外交文書の公表はありまして、これは私自身も相当関与してたからなんですけども、これは、これも加藤と有吉さんの12月21日のポストですが、G 通信の記事を紹介した上で、1992年 10月の天皇訪朝に先立ち、橋本裕駐中国大使が共同通信に圧力を加えた様子が外交文書で明らかに。犬飼康彦社長に筆を曲げろとは言わないが、意図的に天皇訪朝をぶち壊そうとしている、そのためのキャンペーンを続けるなら、中国側は支局閉鎖や特派員の国外退去等の措置に出るだろう、その際、大使館としては助けることができないと確保してほしいと、中国は尖閣を自国領とした領海法を作ったばかりにもかかわらず、天皇訪朝が実現した裏には亡国の外交官がいたという。な記事が出てますが、これどこまでどういう言い方すればいいのか知りませんが、まあ正直に申し上げるけど、実は天皇訪朝は俺が抜いたんですよ。で、俺が抜いたってことは、うちの会社としては天皇訪朝、まあ言ってみれば、まあ賛成ですよね。抜いてるわけで、批判した記事を書いたわけじゃないので、こういう事実関係を報じただけでしたけど、そうありました。だから僕は逆に言うと、共同は、うちに抜かれたから逆に反対の論を取ったのじゃないかなと、その犬飼社長がどういうふうにご判断されたか云々までは知りませんけども、うちに抜かれたから共同は逆張りするっていうこと、よくあったんです、あの当時、あの頃は。おそらくそういうことで逆張りした結果、わざわざ橋本裕が日本に戻ってきて、京都都市まで乗り込んでいって、こういう恫喝を加えるって、こっちの方が私は大問題だなと。実は思ったんです。共同はそのことを記事にすればよかったのにと、私は今にして思うんですけども、まあ、山口さん、この件についてはどのように見てますか？まずもう、これはね、歴史の1ページですから、日本、ね、もう天安門事件というのは、ずっと民主主義を求める学生を虐殺した国民に、人民解放軍が銃を向けて殺したっていう、まあ、近代の歴史の、もう虐殺事件ですよ、これ。そうです。
その後で最初に国家元首たる天皇陛下にご訪中いただくという判断がそもそも正しかったんですかということ、うんうん、当時その加藤が大スクープをしたということをこれはもう横に置いてまず今は、それが外交上の判断として正しかったのかということを考えるべきだと思うんですね、うん、で、はい、パッと言ってもう行っちゃったもんはしょうがないんだから行ったんだったらじゃあ中国は日本に対して最大の敬意を払うべきですね。そういうことです、はい、ところがその後来た江沢民の日本での狼藉、はい、私は中国という国が日本にがいわゆる国賓級の外交を再開したことでどれだけ助かったかという感謝も何にもない国だと、うん、はい、おっしゃる通りです。苦労をさせといて、うん、国益日本の国益を完全に踏みにじった国なんです、はい、中国国は、うん、それについて僕はもう強い憤りを感じるし、じゃあ、うん、外務省ってね、例えばその当時領海法、ね、尖閣を、はい、自国のものだという、うん、中国の国内法を通しちゃうという時に、はい、うん、それだったら天皇陛下いけないですって言わなきゃ、うんうん、陛下の訪中を阻害しないように遵循した、これ宮沢賢治ってやっぱもうクソ宏池会の売国政治家ですよこれ、うん、おっしゃる通りです。はい、もう、その歴史として日本外交の最大の汚点の一つですこれは、うんうん、というコンテクストで、だからこのね、あの今日のメニューの中でね、明らかになる宏池会過去の悪行愚行その通りなんです。うんうん、もうね、当時、まあ、加藤さんこれを抜くっていうのはいかに大変なことか私記者としてよくわかるけれども、それを外務省が天皇訪中にを水を差すような報道を死ぬ気で潰しに来てた、逆に言うとまず、はい、分かってたと思うんですよ、うんうん、この時の大使、はい、ね、このまあ、橋本っていう大使ですよ、その他にも谷野作太郎とか阿南とかね、はいはい、うん、に売り飛ばして中国のために媚びを売り続けた日本の外務省、はい、うん、そして政治家たち、これ政治家だもん、宏池会だもん、これ宮沢賢治、はい、全くその通りです、ね、はい、とか、うん、日本を売り飛ばし続けた、そして岸田文雄です今、うん、もうなんていうかな、もう言葉もないです。私が言い訳するつもりは全くないんです。で、私は当時通信社の記者でしたから、事実関係のみをもちろん報じただけ、ああだこうだって何も書いてないんですが、それでもね、今山下さんが言ったように後々ずっと検証してみると、日本政府の方針がそれが陛下をに言っていただくということが正しかったのかどうかということについては、私はやっぱり一記者としてもこれは間違ってたというふうに思ってますよ本当に今は。ただあの頃の通信社の記者の抜いた抜かれたの勝負というのは、そういう思惑と関係ないところ、事実関係の勝負だけしか してみませんでした、ね、加藤さんね、全然その、うん、私が言ってるのは、例えば私も絶対書いてますよ、うん、その情報を察知したら、はい、だって政府が天皇陛下にご訪中いただくという計画を実行するということであれば、これは書かなきゃ、はい、で書いて批判すればいいんです、はい、だから賛成する人は全然なくてね、はい、要するに天皇訪中します、あれそれを今もう具体的に話が進んでます、これ大スクープです、でこれ書いた上でこれはとんでもないと書くのか素晴らしいと書くのか、これ論評の話だから、はいはい、そうです。加藤さん その記者としての大スクープについても、うん、僕は最大の敬意、うん、ただもうやね、これ歴史となった今、そうですよね、私当時ねそういう立場です、うん、書けるんだったら天皇訪中へ絶対書きますよ、うん、だから その抜いたってことについても最大の敬意を払う、ただ抜いたからといって
それを批判的な論評をするか、肯定的にするか、別問題だと思うし、うん、もはやね、その、もう2023年の年末に話すときには、私は天皇訪中を強行した宏池会と、はい、それから外務省、これは日本外交の最大の汚点の一つだと、うん、これは断言、うん、それはもう全くそう思います。特に私、このな出てきた名前で一番引っかかるのは谷野作太郎さんですよ。これは中国だけに限らず、それから韓国、北朝鮮にも、とにかくアジア局に関することは、彼が、まあ、いわばドンでしたから、ありとあらゆることで彼が首を突っ込んでくるわけですよ。で、まあ、いろんなことを裏工作も含めて、彼が司令塔だというふうに私は言っていいと思います。そういう場面がいくつもありましたからね、そこはね。しかし、わざわざ中国大使が共同通信まで乗り込んでいってこうやったと、それは全然知りま、他者のことだから知りませんでしたけど、これ、こんなことまでやってたのかというのは非常に不思議だし、それ、これには書いてないけど、事務次官が小和田さんだったんですよね。小和田事務次官ですよ。で、小和田さんが、宮沢総理に対してもいろんなことを言ってるというのは、今回の公開された資料の中に出てましたけども、そうだとしたら、やっぱり宮沢総理ご自身がどっかできちっと判断して、イエスの筋が通っていることを やるべきでしたよね、やっぱりね、そこはね。なんとなくこれ、解除された公開秘密文書を読む限りでいうと、もう外務省の言いなりに全てなってるみたいな話になってるじゃないですか、これは。まあ、彼らがだからそういう言い訳も含めて、そういう文書を残して、わざと残してる可能性はありますけどね。だけど谷野さんがあの頃全部仕切ってたというのは事実ですよ。これ本当にありとあらゆるところに彼の名前出てきます、本当に、うん、いや谷野作太郎はね、例えば、うん、福田康夫の小学校の同級生なんですよ。あ、同級生。僕は谷野作太郎よく知ってます、はい、こいつは結局の売国外交官、はい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 、がいて谷野がいて穴見これしげがいてね、宮本庭宇一郎がいて、もうこいつら、もう中国人です、はっきり言って。はいはいはい、私日本の誇りと国益を売り飛ばし続けてきた。うん、これが日本の、まあ、その、庭宇一郎みたいなね、民間の大使もいるから、これみんなそうですよ。はい、そうですよね。ああ、うん。程度の差の問題はあるけど、で谷野はその、例えば北朝鮮の支援、これは、だって加藤浩一と組んでやってんだもん。もう100万トン米支援ですよ、うん、もうね、頭おかしいの。で、必ず宏池会だから、はい、その時大宏池会ですよ、今はね、3つに分かれてるけど、うんうん、もうね、この人たちの功罪っていうけども、罪しかない、宏池会がやってきた外交っていうのは、ね、はいはい、うん、じゃあ、岸田もそのまんまですよ、今も。うん、だから林芳正を発足時の内閣で外務大臣に設置しないと。困っ宏池会という体質なんです。元内閣官房参与だった谷口智彦さんが産経新聞の12月17日付の一面左肩のコラムですよ。自由で開かれたインド太平洋という概念が日本外交の辞書から消えた、誰かが宣言して消したのではない、岸田首相や林芳正前外相、上川陽子外相らが言わなくなってろうそくの火が消えるごとく、陰火に消えた。代わって最近では中身はまるで異なるけれども語感の近い言葉が流通している。そのせいか、すり替わりに気づかない人は専門家にすら少なくないようだと。自由で開かれたと枕言葉は同じ、続けて国際秩序を言うのが岸田政権流である。今年1月の国会における林氏の外交演説などに要例がある。今や首相の国会演説10月に自由で開かれた太平洋への言及は皆無だと。これについてはね、これ谷口さんはもちろんそのいろんな通訳とか翻訳された、あるいは総理の演説について、アメリカ、特にアメリカでの演説なんか彼がかなり書いたと言われているわけですけど、私はやっぱりインド太平洋構想というのは日本の総理大臣としては画期的と言っていいんだと思うんですよ。
この概念がでアメリカでもそれを認めて、今やアメリカはインド太平洋軍という軍の組織まで変えてしまったし、それからインドのモディ首相はこれがあるから我々の方にというかね、日本日米合意のクアッドという組織の中に参加してきたわけでしょう。インドを取り込んだと。そういうことを考えると、安倍さんがこの発案された、この自由で開かれたインド太平洋構想ということの重みですよ。それを なぜ総理とか外務大臣が意図的にかどうか知りませんが消そうとしているのかというのは本当にとんでもない話だと私思いますけど、これ山口さんはどのような感想でしょうか、この件について。谷口さんは安倍さんのほとんど全ての海外での演説はほとんどのスピーチを谷口さんと安倍さんの合作なんです、ね。そうですよね。はい。たんびに、要するに国際情勢とこれからの国際秩序に関しては、安倍さんの思いを一番詳しく、正確に把握しているのが谷口さんです。はい、はい。で、そもそも、この自由で開かれたインド太平洋というのは、オリジナルは、これね、自由と繁栄の子。ああ、そうですね。その前にあった。うんうん。これ、どういう子かというと、要するに、日本があって、その下に台湾があって、で、東南アジア諸国があるという、そういう三日月型の子なわけですね。うん。これ、簡単に言うと中国包囲網なんですよ。あ、そういうことですよね。はい。これ、自由で開かれたっていうのが、その後、自由で開かれたインド太平洋ってなっているのは、これは中国が不自由で閉じているということに対する、はっきりとした対立続きとしての、うん。自由で開かれたインド太平洋だったんです。ところが、林芳正を外務大臣にするような内閣ですから、岸田政権は。はい、うん、そしたら中国がこれ気に入らないわけで、そもそも。はい、それは自由と、この時代から気に入らないわけですね。うんうん、自由と繁栄の3つの条件が必要だったんです。はい、これは、いわゆる自由主義、それから民主主義、法の支配。この、資本主義ですね。この3つ。これを満たすものが自由と繁栄の子、自由で開かれた人対応に入れるんですね。はい、うん、これはね、TPP も同じなんですよ。はいはい、そうですね。うん、最高、安倍ドクトリンと言ってもいい。うんうん、これはね、自由で開かれた国際秩序って、それただ国連だろうと。うん、何の意味もない言葉にすり替えて、うん、安倍さんの哲学を踏みにじってるのが岸田政権なんです。はい、うん。うん、全くおっしゃる通りですよ。だからこう、まあ、安倍さんがされたことの業績、実績というのはもう本当に山のようにありますが、私はこれ、第一番にやっぱりこれを挙げたいんですよ。日本国総理大臣としてこういうことを提唱し、自由主義国家、主要な国がすべてこの外交方針をほぼ基本方針として取り入れたということの重大さですよ。これは初代伊藤博文総理から始まって、そんな日本の総理大臣って初めてそういう人が出てきたという、でそれを各国がそのことを認めたと。だからこそ安倍さんが殺された後に各国首脳からの、まあ、弔電、いろんなことありましたけど、あれだけね、外国から大変高く評価されたというのは、やっぱり この構想がね、ものすごい一番影響しているというふうに私は思いますよ。本当にそれを中国は嫌がってるからといって、もし消そうとする、薄めようとするみたいな意図がもし働いてるとしたら、もうとんでもない話ですよ。本当にもう言語道断、私はそう思いますね。ここはね、いや絶対働いてるんです。私この文言をね、インド太平洋を国際市場に変えるっていう時にどういう議論があったか聞いてますから。要するに安倍さんの考えを、うん、踏みにじるという明確な意図を持ってます、岸田政権と。これを決めたときは林芳正でしたから。うん、うん、なるほど。要するに、それでもなおね、岸田政権が、安倍政権の後継政権だとか言ってるクソバカ評論家は、もう、東北角に頭をぶつけて、まあ、病院に行ってください。うん、うん、ま。全くそういうことですよね。とにかくやっぱり岸田さんとか、あるいはもう林さんもそうですけど、安倍さんがまあ、あれだけ持ち上げられていることについて気に入らない、
やっぱり気にならないんだと思うんですよ。もうはるかに上を行ってるわけですから、で、国際的にもあれだけ認められてるわけだから、岸田さんにそれは10分の1どころか100分の1もないわけでしょ。外国の首脳からの認知度から言うと、岸田さんという名前、まだ覚えてられてないんじゃないんですかね。廃止に至ってほぼ敵に近いわけだから、そういうのからすると、安倍さんのこういうことっていうのは、まあ、羨ましいで済まなくて、もう憎たらしかったんじゃないのかなぐらい、私は思いますよ。彼らの頭の中では、おそらくそういうのが強く働いたんでしょうね、きっとね。で、役人は、ちなみに外務省の役人はどうなの？これを誇らしいと思わないの？こういうことっていうのは。いやいや、だから、外務省の中は、安倍さんがご存命で総理をやってる時には、これ新しいビジョンだと言って、例えばアメリカとやる時も、毎回これですよ。インド太平洋と言って、日米首脳会談をやったわけです。ただ、その牽引してきた安倍さんがいなくなって、次は、まあ、菅さんを経由して岸田になって、この人だって中国におもねるってことを、だって、林芳正を外務大臣にした段階で、あ、今度の総理は、これ中国にビビってんだ。そしたら、できないんですよ、外国も。なる別ほど。に外交官っていうのは、所詮、道具なんです。まあ、それはそうですよね。外交の、その優秀ですよ、みんな。だけど、ビジョンがあって初めて動けるんですね。その大きなビジョンを持ってるリーダーが死んでしまって、外交おもねるリーダーになったら、そんな自立したね、自由で開かれたインド太平洋という、この崇高なビジョンを実現しようとするたびに、総理大臣に邪魔されることはもう目に見えてるわけですよ。それを言うと、中国が機嫌が悪くなるってのは目に見えてたら、それは外務次官だって、中国大使、動けませんよ、そんなの。だからそれだけね、リーダーの国家観、世界観、それから外交のリーダーシップっていうのは、もう総理大臣のもう個人に相当程度依存する。岸田が総理やってるからに、下で働く人が、外交官一人二人が、いや、安倍さんの意思を継ごうと、これは不可能なんです。それはそうだよ総理ね。それはそうですよね。はい、時間中途半端に余ったので、最後一つだけ、公明党山口代表、2月にとらわれる必要ない、次期戦闘機輸出の結論時期めぐり、公明党の山口代表は22日、防衛装備品の輸出規制緩和をめぐり、英国、イタリアと3カ国で、進める次期戦闘機の共同開発を念頭に、国際共同開発品の第三国移転について原点に戻って議論していく必要があると述べたと、要するに簡単に言えば反対してるわけなんですけど、公明党は何、こんなところでこんなことを言うんですかというふうに思うんですけど、やっぱりあれですかね、創価学会のことを気にして、やっぱり少しでも平和にという平和の方針、外交方針みたいなのに傷をつけるとか、そういうことを山口さんは考えてると。そういうことなんですか、これは。いや、全然違いますね。これ違います。は、要するに、川勝平太と一緒です。川勝と同じ。川勝と同じです。中国が嫌がることは、体を張ってもブロックする。もうそれだ。そういう意味のね。ああ。平和の党って言うんだったら、じゃあ何、ガザ地区とかウクライナ戦争とかどうしたんですか？なんで黙ってるんですか？それから人権って言うんだったら、なんでウイグル人のことやんないんですか？そんなのは、暗黙ですらない。松尾が率いる公明党は人権も平和も語る資格はありません。は今まで言ってきた中国に売国外交官、ね、橋本、谷野、花見、これの政治家版です。そして僕は今、本当にそっくりに見えるのが山口那津男と川勝平太なんです。次のプライドとなるはずのリニアの開通を妨害しているのは、中国は上海のとこでもせっこいリニアみたいなやつを世界先駆けて通させてあげたいから妨害してんだから。かつてだと山口那津男は中国共産党のエージェントだと思えば全部ついつまがなるほどね。